共同組合サンプラザは福島県二葉郡浪江町の共同組合及び同組合が運営するショッピングセンター。2011年に発生した東日本大震災と福島第一原子力発電所事故の影響で浪江町の全域が警戒区域及び計画的避難区域に指定されているため同年5月19日から営業を休止している。当ページでは 同センター内をはじめ、福島県内でサンプラザ名義のスーパーマーケットなどを運営する株式会社松葉屋についても詔術。センター内で運営する店舗については、他地域の店舗と区別する目的で、便宜上、サンプラザ並江店と表記する。ただし、大阪府及び高知県で営業している同盟のスーパーマーケットとは、直接の関係がない。 1977年10月に共同組合を設立した上で、1979年6月に、並江町発の大型商業施設としてオープン。同町内で雑貨店やスーパーマーケットを営んできた株式会社松葉屋がキーテナントとしてサンプラザ並江店を開業した。2011年3月11日の営業時間中に発生した東日本大震災では、 浪江町内で震度6強の揺れを観測したが、センターの建物は大きな被害を受けなかった。しかし、双葉郡内で浪江町と隣接する大熊町の東京電力福島第一原子力発電所で原子力事故が発生したことを受けて、日本政府は浪江町の全域を警戒区域に指定。センターが同原発から半径8キロメートル圏内に位置する。 ことに加えて、警戒区域内に居住していた、従業員、住民全員、遠隔、編集店舗構造、編集テナント、編集東日本大震災発生当時に営業していた店舗名を記載。現在はすべて休業している。2013年2月時点での社長は、松原茂。前身は、1927年に、松原の曽祖,祖父が、 現在の並江町内に開業した日用雑貨店の松葉屋である。共同組合サンプラザが開業するまでは国鉄上磐線の並江駅前で家電製品や雑貨も扱うスーパーマーケットの松葉屋駅前店を営んでいた。サンプラザ並江店のオープン以降は松葉屋駅前店をホームセンターのマイプラザに改装したことを皮切りにフランチャイズ形式で携帯電話ショップや フィットネスクラブなどのサービス業にも進出。並江町の近隣にあたる双葉郡富岡町や南相馬市にも出展する。一方で、東日本大震災の発生前には、インターネットによる通信販売事業の準備を進めていた。松葉屋全体では、このような事業の多角化によって、2010年度に約35億円もの年賞を達成していた。しかし、 従業員の居住地域や証券の大半が福島第一原子力発電所事故の警戒区域に指定されたことを機に区域内の全店舗を休業。当時サンプラザ並江店に在職していた従業員も全員福島県内の警戒区域外地域や県外へ避難せざるを得なくなった。2011年5月には警戒区域及び計画的避難区域外の 福島県郡山市に仮事務所を開設した上で、浪江町の本社機能を移転。その直後に震災発生後初めての社員集会を開催したところ、出席した91名の従業員からサンプラザで再び働きたいという希望が相次いで寄せられた。そこで松原は復職を希望する従業員の再雇用を前提に上記の計画に沿って、 ネットショップへの転換による事業の再開を決断。同年11月11日にはネットショップとしてサンプラザショップを開設した。2011年7月から半年間は福島県内の仮設住宅へ分散したサンプラザナミエの顧客を対象に従業員の有志がボランティアで復興支援物資の搬入や ご用機器形式による生活必需品のカタログ販売なども実施していた。その間に、浪江町に隣接する道県田村市で、船引きパークを運営する清水ストアから、道パーク内2階フロアへの出店を打診。2012年3月8日には、医療品、化粧品、服飾品、靴、バッグ、生活雑貨を扱うテナント店舗として、サンプラザ船引きパーク店を開店した。 この出店を機に、避難生活を送る並江町民が多い地域で、サンプラザ相馬店や、サンプラザ日本松店を新設している。なお、サンプラザ船引パーク店の開店に際しては、サンプラザ並江店に在職していた、従業員の約1割を店員として、再雇用。2011年10月からは、田村市から遠く離れた福島県内の仮設住宅で、 クラスナミエ町民向けに無料の往復送迎バスを運行するようになった。その一方でサンプラザ日本松店以降の新設店舗では店舗周辺地域の住民をスタッフへ積極的に採用している。遠隔、編集テレビ、東京製作のドキュメンタリー番組日経スペシャルガヤの夜明けでは復興への道というシリーズ企画の一環で2011年5月の 社員総会から松林の動向を密着取材中。同年9月6日2012年3月6日2013年2月26日の放送で上記の状況を紹介した。朝日新聞でも福島第一原子力発電所事故に関する全国版長官向けの検証取材シリーズプロメテウスの罠で2013年11月16日付紙面から 営業再開までの経緯を松葉屋復活という連載記事で紹介している。ありがとうございます。